おはようございます。おお、めっちゃ天気がいいですね。晴れましたよ。これちょっと、自転車日和じゃないですか。いやー、今日もね、もう10時半ぐらいなんですけど、結構、寝坊しちゃいましたね。昨日ね、遅いって言っても、まあ12時半ぐらいに寝たんですけど、ちょっと、眠くて、寝坊しました。最後でちょっとシャワー浴びて、朝食です。今日の朝食はこの、パスコの、濃厚ミルクフランスと、これはあれだ、何て言うんだっけ、コーンフレークみたいな、グラノーラみたいなやつです。あとコーヒー。今日もめちゃくちゃ調子いいっすよ。めっちゃ早いんですけど。よし、やっと自転車、なんか曲げられてる。曲がってるんですけど、なんかすごい混んでますね。やばい、なんか信号とか出てきちゃう。今日は丸亀で駐車場に出たんですけど、人もそうだったので時間空けてから来ます。はい、ということでちょっと時間空けて来てみました。今2時半過ぎですけど、空いてるかな。そうだ、今ね、思い出したんですけど、今日合格発表があるみたいですよね。高校か。だからあれだけ人が多いんだよね。なんかすごい道路も、月曜日なのに異常に混んでたんで、多分そのせいだと思いますね。結構学生とかもなんか、うろうろしたんで、多分それかなと思いますね。今日ね、せっかく天気良かったんですけど、どこ行っても人が多かったんで、なんか、どこも行く気にならなくて結局帰ってきちゃったっていう感じですね。あれですよ、まあ、今週はね、明日からね、学校あるんですけど、もう、もう少ししたらまた、もう、本当に、春休み入るんで、そしたらまた自転車で、なんかまたどっか行こうかなって考えてますけど、そんな感じですね。こんな急に暗くなんだ。建物のせいだと思う。うん。建物。あ、そっか。うん、これのせいか。あ、これでも関係ないか、西か。いや、でも関係あるか。これがないと、多分、5時。え、だってあっちに太陽ないじゃん。あっちじゃん。なんていうかね、今は春になってきたけど、冬とかは、前は4時くらいまで明るかったのに、なんか3時ぐらいから薄暗くなってくる、冬は。へえ。雲じゃないのだから。雲。あ、そう。ですか、これは。すごい。わあ。うまそう。え、繋がってんの？割って食べんじゃない？こうやって。食べやすくしたコーンフレークじゃない？チョコフレークじゃない？あ、うまっ。はい、夕飯です。